まさかブロリーとカカロットの勝負だ。戦いは実際に自分でやるに限るんだがな。隙がなければ作ればいいだけの話だからな。敵が遠いと油断するからこうなるんだ。調子に乗るな。交代のタイミングは悪く、調子に乗るな。サイヤ人の底力を侮るなよ。誰も後ろから攻めないとは言っていないだろう。点数をつけるとすれば30点ってところだ。なんか引っ掛けが効くようだな。つまらん様子見はやめて、攻めなければ始まらんだろう。まだこんなものじゃないだろう。今の攻め方は悪い。ここまで見届けてやったんだ。大逆転劇でも見せてもらうんだ。それでいい。この攻撃は、この一撃で全てを決めるつもりか。この程度の差で余裕ぶるつもりか。甘いな。交代のタイミングが悪くない。まだこんなものじゃないだろう。違うか。これに耐えられないようでは俺らの勝負までもない。点数をつけるとすれば、まだ勝負は決まっていない。これならすぐに形勢逆転できるぞ。この程度の差で余裕ぶるつもりか。甘いな。それでいい。点数をつけるとすれば30点ってところ。敵が遠いと油断するからこうなるんだ。よし、どうだ。よし、これに一人倒れた程度で勝った気になるなよ。この程度で調子に乗り上げは遊んですぐに足元を救われるぞ。これ式の優位で調子に乗るとは、のんきにも程があるだろう。それでいい。これ式の優位で調子に乗るとは、のんきにも程があるだろう。誰も後ろから攻めないとは言っていないだろう。まだこんなものじゃないだろう。違うか。ここから勝負の流れをどう変えるか。やるな。終わりだ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 。敵が遠いと油断するからこうなるんだ。一人倒れた程度で勝った気になるなよ。少しはまともな戦いになってきたようだな。交代のタイミングは悪い。耐えたよ。ここから一気に勝負をかけるのかもしれない。目玉だ。下手をすれば次の一撃で勝負は決まるだろう。それにしてもこの容赦のない攻め方は悪い。そう来ないかな。目玉だ。ここからが本当の勝負だ。覚悟しろ。隙がなければ作ればいいだけの話だから。まだこんなものじゃないだろう。一人倒れた程度で勝った気になるなよ。残った奴の数だけで優位不利は測れないからな。そんなだ。面倒な奴だ。最初に油断しているからこういうことになるんだ。ゆっくり眠らせてやる。二度と起きれんようにな。